ちょびひげおじさん登場。はい、どうも、マックスライブです。どうも、マックスです。本日はですね、カラオケで10日間の間で100点取らないと罰ゲーム企画やっていきたいと思います。ということでですね、本日もお家で踊ろうという曲をやっていきたいと思います。前回までの記録はこちらとなってます。いろいろ考えました。どうしようかな。やばいね。短い曲だからこんな点数低いのかな。前回下がったんですよ、実は。なので、まあ、今日もね、頑張って立っていきたいと思うんですけど、どうしよう。やっぱ拳とかをなんか使った方がいいと思うんですけど、拳の使い方がわかんないんで、まあ歌ってきます。星野源さんの曲でお家で踊ろうです。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら、遊ぼう一緒に。お家で踊ろう、一人踊ろう、変わらぬ鼓動を弾ませろよ、生きて踊ろう、僕らそれぞれの場所の重なり合うよ。家で踊ろう、悲しみの向こう、すべての歌で手をつなごう、生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそう。さあ、今回はどうでしょう。だいぶ自分でいい感じになってきたと思う。こんな風になりました。88点というね、記録となっております。なかなか難しいね。もうちょっと90点まで、あともうちょっとなんで頑張ります。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。